青だけだと結構目のくっきり感が出なさすぎと思って茶色を足してみました。こんにちは、みなゆいこと水方ゆいです。今回はみなゆい風色素薄いメイクに挑戦してみました。普段はまつげを黒かったりするんですけど、今回はブラウンのまつげを使ったりして色素を薄くするようなメイクにしてみました。皆さんぜひ見てください。どうぞ。まず今回のカラコンはヴィーナスアイズさんのメガミルキーブルーです。ミルキーブルーなんでブルーだけど柔らかい印象になるブルーなので、色素薄めということで今回このカラコンをつけました。次にベースは RMK さんのメイクアップベースを使いました。今回色素薄いってことだったので結構肌を白めにしたかったのでベースもしっかり塗っていきました。次にジェルクリーミーファンデーション RMK さんのを塗っていきました。いつもより多めに取って白くなるように塗っていきました。次にコンシーラーメラードさんのものを使いました。こちらはクマがひどいのでそのクマ隠しとして上から塗ってて、いつものようにポンポンポンとなじませてのせていきました。次にコスメデコルテさんのパウダーを使いました。やはり白くしたいので今回は大量に塗っていきました。プラスちょっと首もなじみやすいように首にも最後伸ばしていっていきました。次にキャンメイクさんのスレンダーアイブロウを使いました。いつもと形は一緒なんですけど、あんまり色がつきすぎないように心がけながら塗っていきました。眉毛の形なんですけど、まあ、いつもとは一緒なんですけど眉山まで平行に持ってって眉山からちょっと下げるっていう感じで、今回は下げる幅をちょっと短めにしてみました。色素薄いってことで茶色をあまり見せたくないっていうのがあったので、今回はいつもより短めにしました。次にアイブロウをしていきます。ケイトのナチュラルアッシュ、結構明るめの色で眉毛をまんべんなく染めていきました。結構明るめにしたかったので毛の流れに逆立ててちゃんと塗っていくと結構色つくので、あとこっちにやってこっちにやってとまんべんなく塗ってみてください。アイシャドウを塗っていきます。アナスイさんのアクセント900番ですね。グリーンのようなブルーのようなみたいな色味なんですけど、これをアイホール全体に塗っていきました。もともと好きな色でもあったんですけど、なんかいつもと違う色味がいいなと思っていたところを塗ってみたらなんか色素薄い系に合うと思ったので今回この色にしました。次にキャンメイクさんのパーフェクトスタイリストアイズアイシャドウの真ん中の色、ラメのところですねを使って目頭をくの字とあと涙袋両方に塗っていきました。いつもは涙袋に結構色をつけたりするんですけど、今回は透明感を出したかったので明るいラメの白っぽいラメで塗るだけにしました。次にビューラーをしていきました。つけまつげとなじませたいけどあまりバチッとしたくないと思って2回ぐらいに分けて、あまり上がりすぎないようにビューラーでちょっと上げていきました。先ほどのケイトアイブロウカラーでまつげも塗っていきます。これは上も下もまんべんなく塗って自分の黒の色がなくなるのを意識して塗っていきました。次につけまつげをつけました。今回も目頭の部分を一束二束ぐらい切ってから
つけたんですけど、これはアモちゃんのシリーズでもともとピンクブラウンの毛になってるので、今回はこれを選びました。もしかしたらもう売ってないかもしれないんですけど、他に出てるものでも結構ブラウン寄りのつけまつげもあるんで、それでも全然代用できると思います。つけまつげのつけ方なんですけど、あんまり上げすぎたくなかったので、つけまつげをしっかりつけてから指でちょっと下に押さえるような感じで下向きになるようにして角度を整えていきました。そしてさらに先ほどのケイトさんのアイブロウカラーでつけまつげをつけた上から地まつげとなじませるように、プラスつけまつげにもアイブロウカラーの色がつくように塗っていきました。お次にアーティストライナーさんのブルーのアイラインを引いていきました。これはラメが入ってるのでそんなに濃くつかないのでこれにしました。ラインの引き方はお好みでいいと思うんですけど、私は目が垂れすぎているのが嫌なのでちょっと跳ね上げるイメージで描いてみました。お次にブラウンのラブライナーさんのアイライナーで、さっき青で描いたところの上から重ねていきました。青だけだと結構透明感は出るんですけど、目のくっきり感が出なさすぎかなと思って茶色を足してみました。お次にルナソルさんのハイライトを塗っていきました。このハイライトはですね、ラメも入ってるし、一番大きいところが青みがかった紫っぽい色なので、結構普段のメイクからも透明感を出すことができるので、これは3色全部合わせてハイライトの位置、目の下と鼻筋と顎のところにのせていきました。お次にキャンメイクさんのシークレットカラーアイズの一番黒い部分をノーズシャドウとして使いました。お肌を白くしたいという願望があって白くしたので、凹凸があまりはっきりしなくてのぺっとした印象になりやすかったので、いつもはノーズシャドウを使わないんですけど、今回は結構鼻を目立たせるためにお鼻に沿ってと眉毛の下にちょっと入れて、この T の字に入れて凹凸を出していきました。お次にチークジルスチュアートさんのものを塗っていきました。夏に発売されたっていうのもあって、なんか青みがかったような薄いピンクになるので、これを全部混ぜて目の下と小鼻の交わるところにちょっと横向きな感じで今回はのせていきました。最後にキャンメイクさんのキャンディーラップリップ01番を塗っていきました。この色すごい好きで結構何にでも合うんで、今回色素薄いってことでリップにすごい悩んだんですけど、あんまり赤すぎても血色ありすぎて色素あるようになっちゃうって思ってたんで、これを使ってみたらすごい馴染みが良かったので今回この色にしました。今回の髪型なんですけど、色素薄いということで、私はなんかウィッグの薄い系を想像したので今回薄い目のウィッグにしました。そしてお洋服がグリーンなのでちょっとグリーン目が入ってたりとかする色味を選んで、ショートウィッグにツインテールのバンズをボンボンと。皆さんいかがでしたか？色素薄いということで、ちょっとカラコンもねブルーな感じで薄いミルキーのカラコンにしてみたりしました。メイクのポイントは茶色のまつげを使ったんですけど、さらに薄くしたかったので眉マスカラを使って地まつげとつけまつげ同時に染めていって、下も眉マスカラで明るくして色素が元から薄いみたいな風にしてみました。皆さんも真似できると思うので、よかったらチャレンジしてみてください。バイバーイ。